はい、どうも皆さん、こんにちは、つるにぃです。皆さん、僕の特技知ってますか？そう、変顔でございます。僕はですね、様々な変顔ができるわけなんですけども、そこら辺の人たちとは違うんですよ。僕は変顔を100個持っています。その100個ある変顔の中から厳選した変顔を皆様にお届けしたいと思います。というわけで、一つ目はですね、題名ぬです。いきます。はい、こちらでございますね。ぬ、こちらは簡単でございます。まずぬーと言います。普通の人はぬーと言ったらこうなるんですけど、それにちょっと力を加えてぬ。それでは画面の皆さんも一緒にやってください。せーの、ぬぬ。続いての変顔はですね、ジョンソンくんでございます。それではいきます。こちらがですね、ジョンソンくんでございます。こちらは至って簡単でございます。まず前を向きます。そして人差し指でここを押さえます。ここ目頭、目尻を押さえてキュッと、で前を向くだけです。はい、皆さんも一緒に指を押さえてキュッ、指を押さえてキュッ。続いてはですね、シワシワという変顔です。いきます。こちらはですね、ぬっと似ているんですけど、若干違います。比較してみましょう。ぬ、シワシワ、ぬ、シワシワ、ぬ、シワシワ。というわけで、こちらのシワシワはですね、できる人はなかなかいないんですけど、顔中のシワを真ん中に寄せるだけです。それでは皆さんもね、ご一緒にやってみましょう。顔中のシワを真ん中に寄せる。顔中のシワを真ん中に寄せる。それではですね、どんどんレベルが上がっていきます。続いてはですね、エイの裏側でございます。いきます。こちらがですね、エイの裏側でございます。ご覧の通り、お魚のエイの裏側にそっくりということで、エイの裏側という名前がついております。こちらはですね、ヌーッと兼ね備えることで、より一層顔がうざくなります。兼ね備えてみます。というわけで、画面の皆様も一緒にやってください。せーの、目尻に指を置いてキュッ、目尻に指を置いてキュッ。そして最後となるんですけども、最後はきなこ餅という変顔です。いきます。こちらはですね、ご覧の通りきなこ餅をモチーフとした変顔でございます。言われてみればわかるでしょう。これは真顔が一番うざいと思います。それでは画面の前の皆様もやってみましょう。髪をかき上げてドゥン、髪をかき上げてドゥン。はい、というわけで、画面の前の皆様は今やった変顔、体に身についたでしょうか。続いてはですね、変顔と兼ね備えたうざい動きを紹介したいと思います。ヌーンの場合は簡単ですね。横を向いて、横を向いて。続きまして、ジョンソン君はですね、相手の目線の下から現れるとより一層うざいと思います。やってみます。続きまして、シワシワなんですけども、これはですね、気をつけをしている状態で徐々にやるのが一番いいと思います。やってみます。続いての動きはですね、エイの裏側ときなこ餅両方使える動きなんですけど、僕は今日はエイの裏側を使ってやっていきたいと思います。移動が激しいので、周りに危ないものはないかチェックしながら皆さんも真似してみてください。いきます。ご視聴ありがとうございました。